はい、どうも、メンヘラルさんです。もう3連休ということでね、もう土曜日、日曜日でやることやったような気がして、多分今日1日暇かなと、キャバ行くか行かんかなんですけども、なんていうんですかね、ライブ配信でもあったんですけど、宅建の勉強どうなってますかっていうことで、今 YouTube でちょっとバタバタしてるんで、やらないっすって言ってたんですけども、なんですかね、深夜の自習室とか、そういう動画を見てたらですね、まあ言ったら頑張ってる人の姿っていうのが見えたりとか、あるいはまあ、日曜日にマクドナルドに行ったらですね、トイレだけ借りて帰ったんですよ。もう下が混んでたんで、下っていうか受付が混んでたんで、そしたらなんか、電卓片手にですね、勉強してる子らを見て、あ、ちょっと俺やばいな、という風になったんで、まあ今日、今から外に出て、ネットカフェに行って、宅建の授業を見ようと思ってます。宅建の試験を受けるかどうかっていうのはちょっと微妙なんですけども、少なくとも、宅建の教材をもらってるやつは、多分ね、期日が12月末かな、までなんですけども、基礎編ぐらいは全部終わらせようかなという気にはなってます。まあ、今年受からなくてもですね、言ったらまあ今回ちょっと8万ぐらい払ってしまったんですけども、まあ安い教材でできるかなっていうところと、まあ一通りやればあと過去もぐるぐる回しゃいいんで、そういう感じでですね、やれりゃなというふうに思って、とりあえずまあ10分でも5分でもですね、ちょっと講義聞いてみようかなという気にはなりました。なんていうんですかね。まあ、今、自分がもう、あと取らないといけないもの、宅建ぐらいなんですよ。まあ、取る必要もないんですけども、YouTube で、言うたら、告知をして、オフ会で楽しくやるっていうのも一つなんですけれども、まあ、言うたら、自分が仕事を辞めるっていうふうに仮定したときに、保険相談だけではどうしても食えないということは、やっぱり自分でも認識しててですね、保険相談、言うたら株、で、あと不動産があれば、とりあえず宅建があれば宅建士、としてですね、まあ、一応独立開業とは言わないですけども、まあ、どっかでフラットスポットで仕事に入ったりもできるんで、そういったところも考えて、やっぱり あるかないかといったら、まあ、長期的に見て絶対あった方がいいなというふうに思えたんですね、今日現在。なので、そう思えたので、10分でも5分でもとりあえず勉強しようかなと思います。試験、そうなんですよね。試験の申し込みが多分7月末までなんですよ。なので、まあ、申し込んで、そっから3ヶ月追い込むっていうことも、できるっちゃできるんですけども、それはどうしようかな。とりあえず今日一日勉強してちょっと考えようかなというようなところですね。なんか、まあ、行ったり休んだりしてるんで、勉強時間自体は多分取れるとは思うんですけども、じゃあ、受験して合格するレベルまで行くかって言われたらなんか行かないような気がするんで、まあ、でも、受けないとどうしようもないなっていうところもあるから、まあ、そこで迷ってるところなんですけども、まあ、その迷う前にですね、とりあえず今日一日ちょっと、軽く触りだけでも勉強してみて、ちょっと自分のモチベーションっていうのをですね、コントロールできればなというふうに思ってるところでございます。っていう、まあ、言ったら初心表明動画でございました。まあ、言うたら、ヤフーニュースとか、まあ、2ちゃんのニュースとかいろいろ見てるんですけども、どうもなんかこう、今日ピンとくるような動画もなかったんで、喋ることないなと思ってたんですけども、じゃあ、とりあえず自分でまたけの勉強でもするっていうような、まあ、啓発の動画を上げるかっていうのと、あとね、CFP の、更新のための勉強も多分しないといけないんですよね。2年に1回30単位取らないといけなくて、で、そのための、言うたら勉強もしないといけないんで、まあ、どっかのタイミングでちょっとやろうと思ってるんですけども、まあ、なんていうんですかね。あれも後残してたらちょっと気持ち悪くなってくるので、どっかでやらなあかんなと思ってるんですけども、まあ、それと宅建と絡めるとね、まだろくなことにならないんで、とりあえず今日は宅建をやってみて、で、自分がやらないといけないことっていうのをですね、まあ、言ったら YouTube 含めて、もう一回ちょっと自分のノートにですね、いろいろ書き出して、ちっちゃい目標みたいなものを立てながらですね、やっていくっていうのがいいのかなというふうに思ったので、今動画で、お話ししました。とりあえず今日、ネットカフェで、宅建の勉強していきます。以上です。